もみじという名の喫茶店があった。店内の壁に額縁が飾ってあった。ありふれた水彩の風景画だった。その絵は毎週土曜日になると変わった。近所の貧乏画家が差し替えるのだ。一枚で一週間コーヒーが飲める。それが店主と画家との約束なのであった。 そのうちもっと価値が出るよコーヒーを飲みながら画家は笑ったある土曜日画家は来なかったとうとう売れたか絵がなじみの客がそうつぶやいた店主はちょっと首をかしげた日曜日は喫茶店の定休日だったあいつ死んだんだって月曜日 馴染みの客が店主に伝えた。交通事故で土曜日に。店主は壁の額縁を見上げた。それは先週の絵と違っていた。真っ赤なもみじの絵だった。